嘘でしょ？同じアジアの国とは思えない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。治安が良いと言われることの多い日本、多くの国際的なニュースメディアは都市部における犯罪率の低さや夜間でも人々が安心して街を歩けることから日本の治安の良さを高く評価しています。今回ご紹介するのはフランス人女性が日本と韓国の治安の違いに驚いたエピソード。留学先の韓国でたびたび危険な目に遭い、韓国の治安の悪さにうんざりしていた彼女はある時日本を旅行します。そして彼女が夜道を一人で歩いていたところ、背後に人の気配が。またしても危険な目に遭ってしまうのだろうかと彼女は恐る恐る振り向いたのですが、待っていたのは予想外の展開でした。彼女の身に一体何が起こったのか、早速見てみましょう。フランス人が日本と韓国の夜道の差に驚愕。私の名前はシルビー、20代のフランス人よ。今日みんなに話したいのは日本と韓国の治安の差について。実際に両国を訪れた私は、同じアジアなのにこんなに治安が違うの？って本当に驚いたのよね。私が数年前までハマっていたのは K-POP。 完璧なダンスパフォーマンスや洗練された楽曲、独特のビジュアルなど、 K-POP には様々な魅力があって、初めて聞いた時は衝撃を受けたわ。 K-POP をたくさん聞くうちに、私は韓国語にも興味を持つように、独学だけでは物足りなくなって、大学時代には1年間の韓国留学もしたのよ。でもね、そんな私が最近夢中になっているのはもっぱら日本。韓国はというと、今でも別に嫌いではないけれど、ちょっといろいろあったせいで興味が薄れてしまったのよね。私が韓国に留学したのは3年前。留学当初、韓国の交通事情なんて全然理解してなかった私は何度も危険な目に遭った。例えば休日に近所のスーパーへ行った帰り道のこと、信号が青に変わったからそのまま横断歩道を渡ろうとしたら、車が急に右折してきてね、止まってくれるのかなと思いきや、その車はほとんどスピードを落とすことなく私のギリギリのところをかすめて通り過ぎていったの。もし私があと数センチでも前に出ていたら、完全にぶつかって大怪我をしていたと思うわ。しかもその後もそういう危険な場面には何回も遭遇。韓国の車やバイクはどうして歩行者のために止まってくれないの？と私はいつも疑問に思っていた。フランスをはじめとしたヨーロッパの国々ではどちらかというと車よりも歩行者の方が強い。例えばあまり褒められたことではないけれど、横断歩道のない道路を堂々と渡る歩行者や、歩行者信号が赤なのに横断歩道を渡ってしまう歩行者は多いのよね。だから運転手は常に歩行者に気をつけなきゃいけなくて、歩行者が前方に見えたらそこがどんな道であろうと譲ってくれることが多いの。ところが韓国では歩行者よりも車の方が断然優先順位が高い。フランスにいる時のようにスマホを見たりして車に注意を払わずに歩いていたら確実に事故に遭うと思ったわ。それから韓国は夜道の一人歩きも危険。まあこれに関してはフランスでも危ないから基本的にはやらないけれどね。その日は夜まで大学に残って友人と一緒に課題に取り組んでいたため、帰宅するのが遅くなってしまった。だけど私は韓国ではそんな痛い目に遭うことはないだろうって軽く考えていて、それが大きな間違いだったの。途中まで方向が同じだった友人と別れ、人通りの少ない路地を歩いていると、背後に人の気配を感じた。もしかして同じ寮の人かな。
一応警戒はしていたものの、特に近づいてくる様子もなかったので、私はそのまま歩き続けた。ところが、寮に着く直前の曲がり角に差し掛かった時に、その人が一気に近づいてくるのが分かったの。これはやばいかも。恐怖を感じた私が思い切って振り向くと、そこにいたのは、今にも私のカバンをひったくろうとしている見知らぬ男。キャー！誰か助けて！私はカバンをガードしながら大きな声で必死に叫んだ。するとその男はようやく諦めて何も取ることなく逃走。何も取られなかったのは良かったけれど、本当に怖くて震えが止まらなかったわ。そこからは寮まで猛ダッシュ。帰宅して玄関のドアに鍵をかけた瞬間、私はその場にへたり込んでしまった。こんな恐怖は二度と味わいたくない。私はその日を境に韓国で夜道を一人歩きすることがなくなった。車にひかれそうになったり、ひったくりに遭いそうになったり、私は韓国との相性が悪いのかしら。 K-POP がきっかけで韓国を好きになり、念願の韓国留学を果たしたというのに、私はだんだん留学期間が早く終わればいいのにと思うようになっていたわ。こうしている間に大学は長期休暇に突入。久々に海外旅行をしたくなった私は、韓国から近い日本へ行ってみることにした。でも正直、当時の私は日本に対してあまりいい印象を持っていなかったのよね。なぜかというと、私がまだ韓国に来たばかりの頃、ショートホームステイをしていた時期があったのだけれど、ホストファミリーがよく日本は悪い国だと言っていたから。だけどホストファミリーは私に対してすごく優しくしてくれたし、嘘を言うような人たちには見えなかった。だから私は彼らの発言を鵜呑みにしてしまったの。それでも私が日本へ行こうと思ったのは、ほんの少しだけ日本に興味があったから。もしかしたら嫌な思いをするかもしれないけれど、自分の目で日本がどんな国なのかを確かめてみたいと思ったのよね。ところが実際に行ってみると、日本は素晴らしい国でびっくり。浅草や渋谷といった有名な街以外にもたくさんの観光スポットがあったし、日本食はそんなに高くないのに何を食べても美味しかった。そして日本で何よりも感動したのが治安の良さ。確か日本に来て3日目の夜、私はついつい夜遅くまで観光を楽しんでしまい、恐る恐る夜道を歩いてホテルに戻ることになったの。その日、私が背負っていたのは大きなバックパック。ところが後で気づいたのだけれど、いつの間にかチャックが全開になっていて、あまりにも危機感がなさすぎて呆れてしまうわよね。すると後ろを歩いていた人が私に近づいてくるのが分かった。まさか韓国で起きたことが日本でも繰り返されるの？と、あの日の出来事がフラッシュバック。怖くなった私はバッと後ろを振り返った。そしたら後ろにいた男性は私のバックパックを指さして、あのチャックが開いてますよと親切に教えてくれたの。完全に身構えていた私は、え？と拍子抜け。あの時は顔から火が出るほど恥ずかしかったわ。チャックについて指摘した男性は軽く頭を下げると、そのまま足早に去っていった。ああ、何事もなくてよかった。ほっとした私は周りにふと目をやった。すると仕事帰りと思われる若い女性や、テニスバッグを背負った部活帰りの女子高生、ベビーカーを押すママとかが普通に夜道を歩いていることに気づいたの。彼女たちは周りを警戒しているようには見えず、異常なほどにビクビクしているのは私だけ。そう思ったらなんだかおかしくて笑いがこみ上げてきてしまったわ。日本で治安の良さを実感した出来事は他にもたくさんある。例えば、日本では歩行者が優先なのか、
信号のない道路でも横断歩道で待っているとわざわざ車が止まってくれるし、バスやタクシーは運転がとても優しいの。それに引き換え、韓国のバスやタクシーは本当に運転が荒くて、急ブレーキが多いし、カーブでもスピードを落とさないからバスなんか立っていられないほど。韓国での生活が長くなるにつれて何も感じなくなったけれど、やっぱりあれは異常だったんだと改めて思ったわ。あと日本は路上駐車が少ないし、クラクションを鳴らされることはめったにない。一方の韓国は路上駐車がめちゃくちゃ多いし、クラクションも平気で鳴らしまくってうるさいし、歩行者がいる狭い道でも車は減速しないし、とにかく韓国人は運転マナーが悪いのよね。それから日本の飲食店ではトイレへ行くために席を外すときに、自分の席にカバンやスマホを置きっぱなしにしている人が多いでしょ。あんなことフランスでは絶対にありえない。少しでも目を離したらさっと盗まれてしまう可能性が高いから、荷物の見張り番を頼める人がいない場合は荷物を全部持って席を立つの。カフェでノートパソコンを席に残したまま席を外したサラリーマンを見た時なんて、日本はどれだけ安全なの?と驚愕したわ。それに日本は店員さんや駅員さん、ホテルのスタッフとかもニコニコしていて本当に優しい。お店に入ればいらっしゃいませという気持ちのいい挨拶がすぐに聞こえてきたし、駅員さんに目的地までの行き方を尋ねたら嫌な顔を一つせず丁寧に教えてくれた。こんなにも優しさにあふれた国は世界中探したって日本以外に見つからないと思ったわ。そして日本を治安がいい国だと思っているのはどうやら私だけじゃないみたいなの。旅行を終えて韓国に戻ってからネットでいろいろと検索してみた私は、興味深いインタビュー動画を発見。それは訪日経験のある外国人女性に対して日本の治安について尋ねたものだった。4人の女性それぞれが日本の治安について感じたことを答えていたのだけれど、彼女たちが口を揃えて言っていたのが日本は安全ってこと。時には変な人に遭遇することもあるけれど、夜道を平気で歩ける、攻撃的な人がいないし、みんなが他者を尊重しているといった面白い意見もあったわ。またインタビュー動画を見た世界中の人たちからはコメントが殺到。そのほとんどは日本は安全で羨ましいという内容で、例えばこんなコメントがあった。日本へ行ったら母国と違って治安がいいから、夜の一人歩きをとことん楽しみたい。日本人は誰もが盗みをしないことや思いやりの心を持つこと、清潔さを保つことを教わっている。僕は深夜の2時まで居酒屋でバイトしているけれど、帰宅するときはすごく安全だよ。たまに店の前の歩道で酔っ払ったお客さんが寝ていることもあるけれど、財布もスマホも盗まれていないしね。どうかしら、こういったコメントを見るとやっぱり日本は安全で暮らしやすい国なんだなって思うでしょ。それから2023年にイギリスの BBC が発表したデータもなかなか興味深くてね。女性が一人で安全に旅行できる国を調査したところ、選ばれたのはスロベニア、ルワンダ、アラブ首長国連邦 UAE、 日本、ノルウェーの5カ国だったの。これはアメリカジョージタウン大学の女性平和安全指数 WPS や世界経済フォーラム WEF の世界男女格差報告書ジェンダーギャップリポートなどを基準に制定されたもの。日本は殺人罪や傷害罪、強盗罪といった合理規範の発生率の低さが高く評価されたんですって。また日本は地下鉄の女性専用車両や女性専用ホテルが各地にあって、女性が安全に旅行できる上、一人での活動や食事が文化として浸透していて、お一人様の旅行客のリピーターが多いとも述べられていたわ。ちなみにこの調査において韓国はランク外。
まあ当然といえば当然の結果よね。ねえ、みんなは日本へ行ったことがある？もし行ったことがなかったら、ぜひ一度は日本に行ってみて。きっと世界最高レベルの治安の良さにびっくりすると思うから。海外の反応。正直言って、女性一人で安心して行ける国って日本しかないのよね。韓国も治安がいい方だとは思うけれど、日本や台湾、シンガポールはそれを上回る治安の良さだよね。先日日本を旅行した娘が、これまでにいろいろな国を訪れたけれど、日本にいるときは他のどの国よりも安心して夜道を歩くことができたと感動していたよ。女性が何の心配もなく一人で夜道を歩けるなんて、日本でしかありえないことよ。東京は夜に歩くには素晴らしい街だ。そして日本人の間には強い信頼関係が築かれている。おそらくそれは日本社会が均質性に満ちているからなんだろう。まとめ。経済平和研究所 IEP が調査している世界平和度指数も、日本の治安の良さが分かる指標の一つです。これは政治情勢やテロの可能性、人権侵害の状況、犯罪件数など20項目以上にもわたる評価を数値化して、世界136カ国を順位付けしたものなのですが、2023年の最新ランキングにおいて日本は9位という高順位。項目別に見てみると、社会の安全・治安では1位のフィンランドに次ぐ2位となっていました。しかし逆に言えば、私たち日本人が海外へ行くのはほとんどの場合、日本よりもリスクの高い国に行くということ。日本の治安の良さを当たり前だと思って無防備に海外へ出かけていけば、予想外の危険な目に遭うこともあり得るわけです。ですから皆さんも海外渡航の際は、日本国内で生活している時とは違うレベルの心構えが必要になるということを肝に銘じ、気をつけて行動してくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。